スティーブン・リチャーズ2010年スティーブン・ジェームス・リチャーズはニュージーランドのレーシングドライバーである。オーストラリアのバサースト1000において5度の総合優勝を獲得している。父のジム・リチャーズもバサースト1000において7度の優勝経験を持つレーシングドライバーとして知られている。1982年にレースデビューしメカニックとして働きながら1992年に フォーミュラフォードオーストラリアでシリーズ7位を獲得した。翌年はオーストラリアのバサアースト6時間レースに日産パルサーで出場、クラス3位となった。1994年にはフォーミュラフォードオーストラリアにおいて16戦中13勝を挙げ、初のタイトルを獲得した。1995年からは完全にツーリングカーレースに切り替えて、 オーストラリアスーパーツーリングカー選手権に参戦。アルファロメオ150号をドライブしてシリーズ9位となる。また同年からオーストラリアにおいて開催されているツーリングカー耐久レースバサースト1002参加。総合4位で完走した。この年コンビを組んだドライバーは日本でも活躍したアンデルソ・オロフソン。1996年は オーストラリアスーパーツーリングカー選手権に加え、オーストラリアツーリングカー選手権にも参戦した。翌年と1998年はバサーストは、ツーリングカー車両とスーパーツーリング車両でのレースと2回、行われることとなったが、リチャーズはどちらにも参戦し、1997年のツーリングカーレースのバサーストで、父のジムリチャーズと参戦し、総合2位。 1998年には、父ジムとリカルドリデルにわずかに及ばなかったものの、マットニーールと組んで、日産、プリメーラで、スーパーツーリングのバサーストで再び2位を獲得。ツーリングカーのバサーストではこの年初の総合優勝を獲得した。翌年はバサーストは、ツーリングカー車両でのレースのみに絞られ、この年リチャーズは2回目の総合優勝を獲得。2000年も、 総合3位を獲得した。またこの間にも、オーストラリアツーリングカー選手権に引き続き参戦している。その後も、バージンオーストラリアスーパーカーチャンピオンシップや、オーストラリアのポルシェカレラカップに2019年現在も参戦。カレラカップのタイトルを2014に獲得した。バサースト戦においても毎年参戦。2013年、2015年、2018年に、 総合優勝を達成したほか、バサースと24時間レースでも2002年に総合優勝を達成するなどオーストラリアのレースで引き続き活躍している。ありがとうございます。